ハム用ナイフ木製柄のクラシック2シリーズ1世紀以上の歴史あるナイフである。古くはラミネート工であった。モーラナイフはスウェーデンの伝統的な実用ナイフである。モーラはスウェーデンのダーラナ県の刃物の町モーラで作られる一般的なベルトナイフ全般を指す言葉であり、主にモーラオブスウェーデンで製造されている。モーラナイフモーラナイフはスカンディナビア地域で長年にわたり、 日常で使用されているナイフであり、その単純で丈夫な構造、手入れのしやすさと用途の広さ、その上に比較的に価格が安いといった点で、アウトドア愛好家の間で特に好まれている。モーラナイフは、巧妙なアウトドアのインストラクターであるレイマースと、モースコチャンスキからも高く推奨されている。さらに、スウェーデンとフィンランドを中心とした北欧では、 モーラーナイフは建築現場や工場での汎用道具として幅広く使用されている。ほとんどのモーラーナイフのデザインはフィンランドの伝統的な汎用ナイフであるプッコに似ている。単造品のモーラーナイフは中世の剣を製造する鍛冶屋の伝統まで遡る。伝統的なモーラの葉は軟鋼で高炭素鋼を挟んで単造して作られていた。刃先は伝統的に 高品質で非常に高い強靭さを持つるつ構成で、葉の両側面は柔らかいがより粘りのある鋼でできている。この柔らかいが強靭な鋼で、もろいが硬い鋼を挟んだ構造は日本刀の構造に似ているが、違いはモーラナイフは日本刀のような積層構造ではない点である。これにより、モーラナイフは簡単にはかけない、葉の食いつきの良い。 連鉄や南鉄さえ切れる素晴らしい道具になっている。近年の大半のモーラーナイフは工場の生産ラインでロール後半から打ち抜き出されてから熱処理が施されている。ラミネートの葉のナイフはクラシックオリジナル1のみとなっている。現在一般的に使用されているモーラオブスウェーデン製のモーラーナイフには2種類ある。合成樹脂製の柄を持つ新しいものとクラシックと呼ばれるものである。 モーラナイフには様々な大きさの種類があり、ステンレス構成か炭素構成の葉を持っている。モーラの正しい発音は長い王のモーラである。ありがとうございます。